ここは東海道新幹線の新横浜です。今小田原から小玉号に乗ってやってきたところですが、なかなか気になる行き先の表示を見つけましたので、じゃあ私もちょっとそれを見てから次の目的地、次の目的地大学なんです。ただ大学行くだけなんですけど、それ行こうということになりました。その気になる表示というのはこちらです。9360ドア扱いありですと、ただいま駅の構内放送もかかっておりましたけれど、あれですね、団体360、団体専用列車です。一般のお客様はご乗車いただけませんというふうに書いてあります。本日は6月の29日かな、29日金曜日、週末ですね。週末の上り、おそらく水曜日、木曜日、金曜日と2泊3日で京都へ行っていたんではないでしょうか。修学旅行生が団体でもってこの新幹線を利用してきたと思われます。懐かしい、私も中学生の時、あの時はね、暑かったですね。京都6月ぐらいでしたよ。私もね、新幹線で修学旅行団体の、700系だったかな、700系でしたね。700系の新幹線でね、修学旅行京都へ行ったものでした。まもなく2学線に団体専用電車が到着いたします。この電車には一般のお客様はご乗車いただけません。団体専用列車です、一般のお客様はご乗車いただけません、そのように書かれております。団体360というのはおそらく次の列車名がのぞみ362号ですから、のぞみ360号のダイヤで運転をされている団体専用列車ということになるのかと思います。修学旅行専用列車って言ってましたね。でも見るだけだったら大丈夫です。お、いいなぁ、贅沢にも N700系で修学旅行やってるよ。ご注意ください。ちょっと世代の上の人なんかに聞くとね、修学旅行といえばこれだったなんて言ってゼロ系新幹線の話を聞くもんですけど、 N700 系の最新型で修学旅行京都からお帰りといったところでしょうか。客層を見ると制服を着た人たちがたくさん乗ってますけどね、ちょっと映すわけいきませんのでね、あまり映せないからしっかりと雰囲気だけですよお伝えします。ドア扱い、どこかドアが開いて高校生だか中学生だかも降りてくるようですんで、ちょっとね下手に映しますとまずいことになるから、グリーン車に乗ってる人、おいいな、グリーン車に乗ってるよ、中学生だか高校生だか、一生一度の思い出かもしれないからね、いいな。グリーン車に乗る人ってなんかくじ引きじゃないけど、学校によってたまたまの運で決まるらしいんですよね。普通車に乗ってもグリーン車に乗っても金額が変わらないとか聞いたことがあります。車内の様子は映せませんけどね、みんな楽しく座席を回転したりとかトランプみたいなのもやってますね。修学旅行で楽しい思い出作ったかな。お、なんか変なアイマスクとかね、なんかふざけたようなアイマスク買ったりしてますよ。わしが新幹線の方を見て一人でベラベラ喋ってるもんだから、みんなあいつはなんだみたいな顔でこっちを見ております。もしかしたら何人か私のことを知ってるような人も乗ってるのかもしれません。先生だ、6号車のドアのところに引率の先生が立っていらっしゃいまして、その先生があれですね、他の人が乗り込まないようにだか生徒が逃げ出さないようにだか分かりませんけれど、見張りもしているようです。天井員かな、一番入ってくださいとか、なんとか奥のあたりで、なるほど、あんまり拡大はできないけどこのぐらいだったらいいか。柵まで開けてくださいだって、なんか特殊な扱いをするのか分かりませんけど、奥のあたりで中学生だか高校生だかがぞろぞろ大勢降りているのが見えます。まだ降り終わっていないですけれど、ベルがピリピリと鳴っております。これ間に合うのかな。あ、危ない、危なかったね。生徒たちがどんどん降りてきます。先生に早く早く早くと今きっと追い立てられているに違いありません。 JR 東海は時間の管理に大変厳しいし、ただいま時刻もいろいろと遅れているようですから、みんな降り終わったようです。先生たちもみんな大丈夫だね、いるねみたいなことを確認しているんではないでしょうか。ドアが閉まりまして、700系新幹線は出発です。定期列車ののぞみ200何号だか新大阪からの列車もまた来ております。のぞみ362号と出ておりまして、もう修学旅行のこの列車は行ってしまうようです。700系だとね、ここに修学旅行っていう幕が出るんですけど、 N700 の場合は表示しないんですね。黒い行き先表示、それでもってただずっとやるということになりました。生徒たちもみんな結構あの人何やってんだろうって結構私のこと見てますね。YouTuber だなんて言ったら意外とおおってなるのかもしれません。中学生ぐらいの年齢だとね、顔つきからして中学生かな、そんな感じでした。修学旅行ってのはね、私もあんまり楽しいとは思わなかったけど、でも一生ものの思い出にはきっとなるでしょう、どんな人にとってもね。私の時はね、行きが700系の団体列車だったんですけど、帰りは N700 系の定期列車ののぞみでしたね。
で行きの方は確か学生団体っていうことで行ったから、学生団体ってね、あの教員が引率していて、あの学校長の許可をもらっていると運賃半額ぐらいになるんですよ。料金も半額になるのかな、すごい安くなるんですけど、帰りはなんか一般の切符を買って帰ったみたいでしたね。ちょっとなんでこんな買い方するんだよなんて、あの説明をちょっとね、先生たちの裏の話を聞いた時に、これおかしくないなんて思ったんですけど、ちょっとなんかあの時の帰りの新幹線の列車のね、学校の切符の取り方はなんでそんなことをしたのかななんて思います。帰りは学生団体というそういう認証を特に受けないで乗ったらしいんですよね。だから修学旅行のお金も随分高くなってしまったものでした。こんな風にして時折新幹線の普段のダイヤに紛れてのぞみ号の時刻で基本的に修学旅行専用新幹線電車が走ることがあります。のぞみ360号というのはおそらく臨時列車でして、普段は走っていないんだと思うんですよね。普段は走ってないのぞみ360号を今日はじゃあその時間いつでも走れるように基本的になってますんで、のぞみ360号のその走る時間に臨時の、まあ、9360A 列車団体専用列車というものを走らせると、そういうところなんでしょう。新幹線の場合は団体貸し切り料金は急行料金で計算するのかな、どうなんですかね。あのこういう団体列車って在来線の場合は基本的にどんなやつでも専用臨時列車を使う場合、急行列車として料金を計算することになっているんですが、新幹線は急行扱いになるのかな。それはね、さすがに私も新幹線の貸し切りなんてやることはないと思うんでね、ちょっとわからないですよね。ちょうど今ですね、視聴者の方に話しかけられたところだったんですね。カメラ回しながら、いや全然そのことはいいんですけどね、あの、まあ、カメラ回してんのに喋りかけんじゃねえよみたいな、そういうことを言うわけじゃないんですけど、ですね、新横浜の駅でこれでまた修学旅行の列車もそろそろ品川に着いたかな、そのような頃合いです。ちょっと時間が余ってますんでね、せっかくだからもう完全に私の自分語りなんですけど、あの私の修学旅行の話が聞いてくれます？あのなかなかね、鉄道マニアの友達と行きましたから、あの鉄道談義なんか弾みましたけどね、あの新幹線の車内がそう、それで鉄道マニアの友達とね同じ席だったんですよ。で、あれだったかな、あののぞみ285キロ、275か、当時の東海道新幹線最高速度ね、700系で、東京から乗って、で、どんぐらいだったかな、なんか忘れたんですけど、静岡県あたりでですね、あのなんか浜松だったから、あの小玉を追い抜かすかもしれないぞということで、小玉を追い抜かし始めたら、その瞬間から何秒かかったか、手元のちょうど時計しているストップウォッチ機能があったんで、じゃあそれで測ってみて、それで今の速度をね、あの25メートルかける16秒ですから、250かける100で350メートルか、それでもってやれば、あの時速が計算できますね。で、時速を計算する遊びなんかやってみようよとか言ってね、理科の先生と3人、私と友達と、それからあのなんかね、あの別にあれですよ、はぶられてたわけじゃないんですけど、そういうんじゃないんだけど、でもあの私と友達と理科の先生と3人でしたんで、でそれであの理科の先生と一緒にですね、じゃあ時速を測りましょうよとか言って、それで測って、お232キロ、おーおーみたいなことね、そういうのをやった思い出、これが修学旅行一番の思い出ですね。他にはあの京都とかいろいろ見て回りましたけど、まあ私も自分で行ったことあるし、修学旅行で行くのもまあいいんだけど、周りのみんなとの都合とか、それから何時までに宿に帰らなきゃいけないとかいう決まりもあるし、制限が多くてね、やっぱり旅行は個人旅行に限るなというふうに思わされた、そのきっかけは、それは修学旅行でもありました。で、修学旅行の観光自体はあんまり面白くなかったですね、私の高校時代、中学時代の時のね。だからそれがきっかけで、あの一人であちこち行くようになったわけなんで、逆にそれこれ気づかせてくれた、その高校時代、中学の修学旅行っていうのは、今考えてみると、一生ものの財産になったなという気がします。それによって、一人で旅行することこそが一番私には適しているのだと、まあそれはたまにはね、たまに今日だって安西さんと一緒に旅行 行ってたわけで、面白かったですよ。それも面白いから、別に絶対あの誰かと旅行行くのはダメだなんては言わないんだけど、基本私には一人が似合っているなという感じがしました。だからこそたまに誰かと行く旅行を楽しめるということもあるんでしょうね。それからあとはね、なんだろうな、修学旅行京都に着いてからですね、近鉄線の特急に乗り換えましたね。団体で予約してました。なんか添乗員さんが若い女の人だったんで、うちの班のカメラ係のやつがですね、もうあの誰とは言いませんけど、カメラ係のやつが、うちの班じゃなかったか、隣の班かな、添乗員さんのですね、写真ばっかり撮ってて盗撮なんですね。それも まずいんじゃないかと思ったんですけど、まあもう時効になってるのかな。しかも別に盗撮だってただ後ろ姿を撮っただけですから、法的には本当に問題ないはずですね。そんなこともやってました。近鉄の特急でね、西大寺っていうところに行ったような気がしますけど、んでも西大寺じゃなかったよな、なんかよくわかんないですけど、あの薬師寺等々にね、歩いていけるような駅で降りました。暑かったですね。東京はね、割と涼しかったんですよ。朝6時ぐらいからもう出発してたから、東京は良かったんですよ。京都に着いて、その奈良県のなんとかとかいう駅で降りたところですよね。暑かったです。で、薬師寺の等々、当時はまだあれでしたね、まあ、今もか、工事中で見られないんですよね。修復中ですなんて言って、あ、なんだこれが壊れる音楽と言いたいところだけど、壊れる音楽が修理中だよと思って、ちょっと残念だった記憶があります。
でそれから奈良市内を適当に、バスで持って見て回ったですね、奈良公園で鹿に初めて説教をしたのも中学生の時でした。実はわしが奈良公園の鹿に説教をするっていうのは中学校の修学旅行で覚えたそういう芸なんですけどね、それが大好評だったから、だから今でも YouTube の動画で私が奈良公園で知らない方もいらっしゃると思うんですけど、私過去に奈良公園の鹿に2度ほど説教をしてるんですが、でそれは中学生の時に私がやってたことをただ再現してるだけなんですね。あとは何かな、まあそんなところかな。であとは確か奈良からの帰りは近鉄の急行と京阪電車にも乗りましたよね。どうやって帰ったのかな、京阪でね、なんか四条河原町みたいなところへ行ったんですけど、三条で降りた、いや違う、祇園四条で降りたのかな。どうやったんだろう、あの日奈良から京都方面に行くのって近鉄しかないですよね、京阪電車が通ってるわけないんだから、どうやって行ったのか分かんないですよ。確か近鉄奈良から乗ったような気がする。あんまあの当時関西の私鉄分かんなかったからね、JR 西日本だったら分かったけど、さすがに中学生ですから、酒井君みたいに当時中学生の私もそこまで全国乗り回してませんのでね、あんま詳しくはなかったんですけど、じゃあそろそろですね、なんか話あるんですけど、中学校とか高校の時の私も相当日本全国乗り回してだと思うけど、酒井君とかね、私よりも若くしていろいろそういうことやってる人がいっぱいいますんで、今後の鉄道界はまたもっとですね賑やかな人が増えるのかもしれないですね。酒井君 YouTuber にはならないと思うけど、そんなところです。じゃあまあこれで話が長くなりすぎましたけど、ご視聴ありがとうございました。